7番のウールディモヌールを収まってゲートイン完了。スタートしました。ばらつきました。3番ストラクチャー後方です。まず5番のモンブランミノルが出るか6番颯の福之助。 こちらが一歩前に出て、坂を上がります。離れた外から七番・ウール・デュボ・ヌール並んでいきました。二馬身、三馬身、五番・モンブラン・ミノル、内田、競い。三番手、外へと出した一番のアクア・バーナル。ゴールマンを過ぎました。三馬身相手、二番・湘南・ラプンタ。おしまいから三頭目、一コーナー・カーブ、一馬身半、四番・ベローチェーラ。後方から二頭目、最後方三番・ストラクチャーです。 7頭ばらけた展開2コーナー回ってこれから向こう上面まずは7番ウールディボヌール松山浩平が今日は行く展開です外に出した1番のアクアバーナルマウルジャン・ムルザバイフ2番手で向こう正面に出ました2馬身がいて6番、早手の福之助武豊は控えて3番手その後また2馬身がいて5番モンブラン・ミノル和田龍司4番手ですその後ろ2馬身3馬身2番の湘南ラプンタ鮫島勝馬の追走 最初の 1000m は1分3秒ぐらいのペースでいって4番のベローチェーラ、川田優がじわっとポジションを押し上げるか今、おしまいから3投目になりました3馬身いて3番ストラクチャー古川義弘は変わらず最高峰です外回りコースに出ています。 7頭が先頭からおしまいまで78馬身の隊列となりました外回りの3コーナーカーブ7番ウールディボヌール先頭を残り 1000m 切ってリード、体半分1番アクアバーナルが外2番手です2馬身が相手5番モンブラン・ミノルは打ち出し添い3番手外、体半分6番、早手の福之助4番手残り800を切りましたその後二馬身差2番湘南ラプンタ外4番ベローチェーラ後方、ここも2頭並んで2馬身差3番ストラクチャー変わらず最後方です 前は4コーナーカーブに入ります600を切りました7番ウールディボヌール先頭並んだ1番アクアバーナル第4コーナーから直線その2バシング後ろ5番モンブランミドル外は6番ハエテノフクノスケ3番手4番手の2頭さらに外4番のベローチェーラも追い込んできた内を狙って2番の湘南ラプンタさあ今度は1番のアクアバーナルが先頭に変わるかアクアバーナルそのうち狭いスペースから2番の湘南ラプンタ横一線だ真ん中5番のモンブランミドル一番外四番のベローチェラ そして6番て、早手の福之助3頭は2番の湘南ラプンタ、外4番ベローチェーラ、間5番、モンブランミノル、広がって盗塁内2番の湘南ラプンタ、わずかに優勢か、外4番、ベローチェーラ、間5番のモンブランミノルと、最後は3頭が広がりましたが、1番内、2番の湘南ラプンタ、わずかに優勢に移ります、そして4番、大外ベローチェーラ、真ん中5番のモンブランミノル、3頭広がって入りました。